さあやっていきましょうか。バイオハザード7。前回パートはちょっとねジャックを鉄分豊富にしてやったというところで、今回からちょっとまあ探索編になるのかな。探索、そうだね、ちょっと中庭にね迎えるようにまあいろいろ探索をしていこうというところのパートになっていきます。で、まあここカチャコンしといて、なんかプル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 なっている気もするけど、まあそんなのは気にせえということで、これ掴んでて、僕を撃ってよーって、ド M なのかな？はい。まあ、とりあえず、ちょっとパパにいじめられたんで、文句言ってやろうと思います。父さんにいじめられた？父親なのか？バイオセブンのね、まあなんかいろいろとその、愛着が持てない理由っていうのをね、こう自分なりにいろいろ分析してみたんですよ。その理由の一つがね、やっぱね、お色気要素ゼロっていうね、エブリンはちょっと、もう幼すぎるし、まあ残念ながら可愛くもないし、で、ゾイもミアもおっぱいがないと。で、まあ、美人化と言われると、なんかちょっと中途半端。個人的にはその、趣味に合わない。うん、ブスとは言わないよ。ブスとは言わないけど、個人的にはその、ちょっとね、趣味に合わないっていうところなんで、個人的なタイプじゃないというところが、やっぱりちょっとね、バイオセブンに愛着を持てない理由になっちゃってるのかなと思うんですけどね。だってバイオ1だったらもう完全にもうジルとレベッカが出てきてお色気タイプじゃないですか。もう、ボンキュッポンと、まあ、それからね、ショートカット美人。まあどっちもショートカット美人か。うん、で、ね、まあ、RE2 とか、ね、バイオ2とかはね、まあクレアはタイプじゃないけど、でもじゃあ美人かどうかって言ったら美人じゃないですか。ね、あの、ゴリラの妹だけど。うん、ね。で、バイオ3はまたね、ジルが出てきて、で、バイオ4はもうアシュリーというね、もうパンツ担当がいるじゃないですか。で、エイダ姉さんも出てくるし、で、バイオ5はね、ジル姉さんが出てくるからね。まあ、シェバもね、多分シェバが一番バイオシリーズで出てくる、なんだろう、一番スタイルの良さで言ったら半端ないんじゃないかなと思うね。で、バイオ6もね、シェリーがいるから、え？なんか、いるってレオンの相方？いや、あれはもうおばさんだからいないない、うん。で、バイオ7飛ばして、バイオ8ね。バイオ8も、まあ、ミアが一応ね、まあ、結構綺麗になって復活したっていうところがあるから、うん。か7だけだからね、ちょっとね、お色気要素がないんでね。まあ、お色気要素あれか、ドミトレスク夫人か。個人的には別に、豊島の女に興味はないから、あと、でかすぎる。いろいろ。でかすぎるから興味がないっていうのはあるんだけど、おばあちゃんどうやって登ったのよって。多分、前もやった後の時も話したかもしんないけど、うん。どうやってあの階段登ったのよってね。バリアフリーも何でもないのにさ。ねえ。で、なんか、おばちゃんがあそこくる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 回ってるけど。あのおばちゃんさ、もう今回ちょっと時間がないからさっと行っちゃうけど、こっから撃ったらやっぱりダメージバーンって食らうのかな。ちょっと、よくも撃ち上がったね、あんたみたいな。あんなにいい食べ物を。くれてやったのにキーッつって走ってきてしてな、まあ、よくわかんないけど回復薬、まあ薬液今日は積極的にヒッピーだぜ、うん、薬液今日は積極的に競争団使っていって、まあ回復薬の方はねハーブと組み合わせてどんどんやっていこうかと思うんですが、散弾銃か。散弾銃といえば、安倍さんの話ね。1ヶ月半前くらいか。あったよね。7月の8日だよ。あれは衝撃的だった。もうちょっと、あんまりゲームを やりながら触れるような話ではないんで、ちょっとこれ以上は触れないけど、なんかあれだよね。お手製の、なんか見た目はね、写真で見た程度だからよくわかんないけど、一眼レフみたいなね、見た目して、なんか自分で自作の散弾銃みたいなことをなんかニュースで流れてたりとかもしたけど、あれはちょっと本当衝撃的な事件だったよね。これ以上はね、まあ、センシティブな内容なので触れないようにしたいと思うんですけど、ここら辺はアンティークコイン、あんまりアイテム取りすぎるとな。そうなんだよね、すぐ枯渇するからね、まあ、なんかリュックサックは2つ手に入るみたいな話だったけど、話だったと思うんですけどね。さて、じゃあ、鬼ごっこでも始めるか。ね。皆さん、鉄分豊富な男が帰ってきますよ。お覚悟はできておりますか？ね、もう最悪、こいつでぶちのめそうと思ってるんでね。線、あったあった。線を抜いてる間に、ここにアイテムが、あ、洗面所にハンドが置いてる家って。
何なんだ。チャリンチャリン。さて、スタチュー。まあ今でもハンドガン使ってても仕方ないもんな。よし、じゃあ行きましょう。と思ったか。すげえ鼻が赤いな。どうだ、驚いたな。あんなもんでくたばると思ったか。あんなもんでくたばると思ったか。あのね、冷静に考えて、普通はくたばるんだよ。普通はくたばるのに君がおかしいの、わかる？そしてその力はいつも俺の中に流れてる。うん、俺の中に溢れてる。溢れ出す。どういうことか、早っ。どういうことかっていうとな、お前は終わりだ。ちょっと早くない？めちゃくちゃ早くない？あんなに、だってこっち走ってんのに、あいつ歩いてるよね、普通に考えたら。ちょっと待って、おーおーおー、いけたいけた。前回ちょっとなんかゆっくり行きすぎて、あ、ちょっと待って、むずい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 。あ、なんかこれ前回もあの、なんだっけ、マウスで操作してすごい苦労した気がする。これ横向きはいけるんだけど、縦がいけないっていうね。よし、微調整微調整、いけたか。よし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 。お上手。さて、立体映像。もうほんと撮れば、こんなひねたことやってっからさ、貼り付け獄門の刑にされてんだよな。誰がこんなもんをって、トレバーだよ、トレバー。こんないたずらなことしてっから娘を大変なことにされるんでしょ？どうしようかな、ここ、なんか、ね、変なやつが向かってきたら。あんなもんでくたばると思ってかつってさ、来ないね。よし。ちょ、このまま進んでいきましょう。あ、やべ、また何分録画してんのかっていうのをちゃんと見とく、忘れちゃった。薬液、あ、アイテムいっぱいになっちゃった。これ取って、取りかっこ、あ、いいね。あ、カチャカチャ、あ、カチャ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 、こいつは何が入ったっけ？何も入ってないよ。あなたは何も見なかった。ガンパウダー。アンティークコイン。アンティークコインとあれが混ざってんな。あ、待って、すげえ固まった今。ごめんね。皆さん、ごめんなさい。固まったね。多分映像も、一部映像が乱れておりますが、お気になさらずにということで、なんか来るんだよな。なんか来るんだよな。これ何だったっけ？オキシドール？違うね。オキシドールじゃないよね。何だっけ？何だっけ？あ、外した。ごめん、ごめん。あ、外してる。下手くそ。近いな。あれ？生きる。あれ？こいつ意外と体力高いぞ。一番左のやつがなんか所長に見えたけど、気のせいか。あ、意外と弾、結構いっぱいあるな。この部屋はなんかすげえ画面がカクつくな。パソコンのメンテもするか。あ、まあいいや。ちょうどセーブポイントにも来たし、一旦この辺りまでにしとこうかね。うん。そんなところでいいかな。じゃあちょっとアイテム整理だけして、ちょっとあのごめんなさい。自分が何分プレイしたのかっていうのが分からなくなって、もし長かったりしたらあれなんで、一旦ね、ここで区切りがいいところまで来たので、一旦この辺りでね、セーブをしてね、終わりにしたいというふうに思います。あ、これあれか。助けて、助けて、誰かのあれだね。よし。じゃあ、アイテム整理だけ。カチャ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 しようか。しばらくアンティークもいらないし、薬液もいらないし、ハーブもいいかな。ガンパウダーも、競争弾使うのに以外はいらないから。このあたりかな。OK。じゃあね、一旦ね、ここで区切らせていただきたいというふうに思います。ぜひね、次回パートもまた見ていただけたら嬉しいです。チャンネル登録ボタン、グッドボタン押して待っといてください。ということでね、本日の動画は以上とさせていただきます。最後までご視聴ありがとうございました。では次回パートでまたお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。